皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日は4月のお気に入りをやっていきたいと思います。まずはこちら、レブロンのカラーバーストラッカーバームの30番です。これはこんな感じで結構深めの赤に見えるんですけど、塗るとこんな感じでいい感じに発色してくれます。これはですね、薄く手でこうやって伸ばしてあげれば普通に自然な発色で、こうグイッと塗ると真っ赤っかな赤になってくれて、すごい便利ですごい使いやすいリップでした。次はこちら、ビセのコンシーラーです。ナチュラルベージュなんですけど、これはこんな感じで先っちょがスポンジになってて、ここをカチカチって回して液体を出す感じになってます。結構カバー力もあるしいいと思います。次はこちら、エチュードハウスのプレシャスミネラルマジカルエニークッションのラベンダーの糸です。これはもうすごいずっと使ってます。オルチャンメイクの時は下地じゃなくて普通にファンデーションみたいに使ってたんですけど、みんなにこう指摘してもらって化粧下地だって分かったので、今は保湿してすぐこの化粧下地を塗って BB クリーム塗ってでチークとかしてお粉で叩いてる感じにしてます。で今は使ってないんですけど、使うとすごい肌の色がワントーンツートーン明るくなっていい感じなので、またなくなったら詰め替え買おうかなって思ってるくらいです。で次はこちら、この間購入品で紹介したばっかりなんですけど、筆箱が結構気に入りました。結構大容量なんですよね、中身がいっぱい入って。これの筆箱紹介もリクエストで結構来てたので、これも近いうちに出したいと思います。次がこちら、ディズニーの英語コレクション2なんですけど、こちらは結構前に買ってたんですけど、買って満足しちゃって読んでなかったんですよ。で最近ちょっと英語勉強してるので、 TOEIC を受ける、今月の末に受けるので、そのためにちょっと英語脳にしようかなと思って最近これを読んでます。中はねすごい 絵とかもすごいいっぱい書いてあって、こんな感じで、ニモとスティッチとモンスターズインクが入ってるんですけど、3つとも私めちゃくちゃ大好きな話だったのでこれを選びました。絵も本当に可愛いんですよ。でこっちに英語があって、下に寝室国みたいなのもあるので、結構皆さんも読めるんじゃないかなと思います。可愛いし、英語の勉強って興味があればすごい進むと思うので、よかったらこういうので試してみてはいかがでしょうか。受験生の皆さんにおすすめです。次は服です。結構皆さんも見たことがあると思うんですけど、こちら V ネックの白シャツ、ちょっとくたってなってるけど、これ980円で買ったんですけど、980円以上の働きをしてくれてます。こんな感じで4月の購入品は以上になります。参考になるものがあったら、よかったら真似して買ってみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。